どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リンです。さあ、本日はですね、大好評、公開中の、大好評か知らんけど、デュエルリンク史上マジでやばかったカードランキング引き続きやっていきます。トラップカード編です、今日は。魔法カード編はね、もうすでに公開されてると思いますので、よかったらそちらをね、見てない方はぜひ見てください。おもろいと思います。次回持参していく際。今日はですね、トラップカード編ということで、まあ、デュエルリンクスにも、まあ、ある程度歴史ができてきていて、今もう、リリース2年が経ちましてね、まあ、ファイブディーズワールドとか、ダークサイドオブディメンションズワールドとか、まあ、いろんなワールドが追加されてましてね、まあ、いろんなカードが実装されてます。まあ、OCG の半分くらいのカードがやっと今多分実装されてるかなと思うんですけども、この現状、デュエルリンクスにおいて、もうすでにね、やばかった、リンク仕様、やばかった、悪さをした、もしくは鬱陶しい、もしくは死ね、などなど、ちょっと言い過ぎました。そういう、やばかったカード、トラップカードランキングのトップ3今日は発表していこうかなと思います。それでは早速ですね、第3位、発表していこうと思います。リンク仕様やばかったトラップカードランキング第3位、王者のカンパ、こちらです。どう考えてもやばい、どう考えてもこれはやばかった。効果を説明しましょう。自分のフィールドにレベル7以上の通常モンスターが存在する場合、魔法トラップカードの発動を無効にするか、まあ、もしくは、この自分または相手がモンスターを召喚特反転召喚特殊召喚する際にそれを無効にするよというカウンタートラップですね。カウンタートラップ、クソインキャがくたまれマジで。まあ現在はリミット1と、リミット1です。設定されているカード、デッキ内に1枚しかいられないよと。皆さんは遊戯王デュエルリンクス市場における、まあ、クソ環境というのが何を思い浮かべますでしょうか。僕はですね、圧倒的にもうね、これっていうのがあるんですよ。それが圧倒的先行レッドアイズカンパカンパ環境、これがマジで今でもマジで腹立つ本当に。デュエルリンクスにはですね、レッドアイズインサイトっていうあまりにも雑なカードが実装された時期がありましたね。それがまあ大体このカンパが悪さした時期なんですけども、レッドアイズインサイトっていう、ね、あまりにも雑に強い、レッドアイズ、をなんか墓地に送ってなんかデッキからレッドアイズインサイト以外のなんか魔法トラップカードをレッドアイズのねやつ持ってくるみたいな、まあ、今でこそはなんかそのレッドアイズフュージョンがありますけど、まあ、レッドアイズフュージョンがなくて当時はレッドアイズスピリッツがありましたんで、まあ、要はインサイトでレッドアイズブラックドラゴン、まあ、通常の方ですね、通常モンスターの方、あれを墓地に送ってでレッドアイズスピリッツを持ってくるよという、まあ、これがね、まあ、要は大レッドアイズ時代ですわ。大レッドアイズ時代、このカードね、何がやばいかっていうとね、まあ、簡単にレベル7以上の通常モンスター、レッドアイズですわ。レッドアイズが場に用意できるんですよ。だから、王者のカンパの条件を即満たせる。で、まあ、ぶっちゃけ王者のカンパってマジで先行ゲーだったんですよ。まあ、先行でレッドアイズインサイト打って、レッドアイズ墓地送って、スピリッツ持ってきて、で、スピリッツと、カンパカンパセットして、で、相手のドローフェーズになったら、もうすぐスピリッツして、レッドアイズを蘇生するんですよ。で、相手が発動する魔法とか、モンスターとかの召喚を、全部カンパで無効にするっていう。まあ、パーミッションですよね。パーミッション、まあ、メタビ的な、なんか要素があります。パーミッション。で、当時は、レッドアイズのインサイト、まあ、3積み、それから、まあ、攻撃の砲殺、まあ、レッドアイズして2ドローってですね。あれ、さらにレッドアイズをデッキから墓地をくれるっていうカード。あれの、まあ、2、3積み、さらにレッドアイズスピリッツの2、3積み。で、王子のカンパ3積みによってね。まあ、先行取られると、負けました。基本的には。先行負けです。じゃんけんで、先行取られたら負けです。やばいでしょ。これはね、シャイニング松坂もね、言ってたはず。あれ迷惑じゃないって。知らんけど、本当に言ってたかは。つまり、何が言いたいかっていうと、マジで先行ゲーだったんですよ。だから、まあ、要は、クソゲーってことです。先行ゲーが加速する環境ってのはクソゲーなんで、基本的にはね、まあ、駆け引きもクソもねえっていう。もうひたすらに相手のなんか出してくるカードを全部、はい、カンパ、はい、カンパ、はい、カンパってやってれば、全部無効になるんで、クソでしょ？これがクソゲーのね、要素ですよね。で、まあ、本当全員でレッドアイゼッキ使ってたんですよ、その当時は。しかもね、城の内で使うんだったら、まだ許せる。まあ、許せないんだけど、まあ、許せるよ。まあ、ギリギリね、ギリ。もう粉砕ですよ。結局粉砕。結局、いつの時代も悪さするのは粉砕っていうスキルで、まあ、会話なんですよ、会話。基本的にはレッドアイズ、会話が出てきて、会話がレッドアイズを使いますっていう。まあ、デュエルリンクスっていうのはですね、全く関係ないキャラクターが、もうそのカードをドヤ顔で使いこなすっていうゲームなんで、まあ、キャラゲーだと思ってる人います、今。
デュエルリンクスキャラゲだと思ってる人いますか？あのね、まやかしですよ、それは。そう、幻です、それは。幻っつってね。あの、全く幻。あの、全然関係ないキャラクターが、まあ、例えばサイレントマジシャンだったら、光と闇の仮面が使いこなすし、まあ、サブテラもそうですね。まあ、サブテラはキャラクター的じゃないか。で、あの、レッドアイズだったら、怪物が使いこなすし、ブラックマジシャンだったら、光と闇の仮面が使いこなすし、もうね、やばいんですよ、このゲーム。このゲームやばいんですよ、語彙力。まあ、そんな感じだったんですよね。で、まあ、レッドアイズが、要はでも使えるんだったらまだ、使えるんだったらだよ。使えるんだったらまだ楽しいかもしれない。その当時ですね、あの、インサイト、レッドアイズインサイト難民っていうのが登場した時期でして、何を隠そうね、その第一人者が私、リュウという人物です。あの、デュエルリンクスをなりわいとしているにもかかわらず、レッドアイズインサイトの所持数がその当時1枚しかないと。これなんでか。あの、レッドアイズインサイトっていうカードが、その当時ね、本気の城の内っていう、あの、要はランダム湧きイベントあるじゃないですか。あの、キャラクターがランダムで湧くイベントね。で、そのイベントのキャラクターを、まあ、あの、ある程度、倒すと一定確率、まあ、超低確率で、まあ、レッドアイズインサイトが落ちるよっていう仕様だったんですよ。で、今でこそ、その、モブキャラを買ったりとかすると、その、城の内が湧きますよと。で、そもそも、モブを沸かせるのにも課金が、課金をすればモブいっぱい湧きますよっていうのがあるんですけど、その当時はなくて、要は課金でも何でもモブを沸かせられない、つまりその本気の城の内をイベントで沸かせれないっていう状態だったんですよ。これがマジクソ仕様で、さらに、まあ、ニューロンでしかモブ沸かせられないんだけど、ニューロンも買えないし、だから何が言いたいかっていうと、寝ずに何時間後とかに目覚ましをセットして、デュエルリンクスのモブを買って、で、そのモブを買うと一定確率で出現する城の内を借り、その中でも一定確率、超低確率で落ちるドロップするインサイトを3枚集めたもののみに人権が与えられるっていう、そういうゲームだったんですよ。どうですか？クソゲーでしょ？はい、運ゲー落ちっていうね。はい、運ゲー落ちっていう。もうそういうね、ほんとクソみたいなね、仕様でしてね。で、私はね、ちなみにね、めちゃくちゃ頑張ったんですよ、その時は。まあ、ある程度目覚ましもかけて。まあ、レッドアイズインサイト好きだったから、その当時もちろん紙の方ではレッドアイズで聞くんでたし、まあ、好きだったからレッドアイズインサイトもちろん集めたかったですよ。物欲センサーがね、ほんと振り切ってたんだよ、これ。物欲センサー振り切りマンだったんで、もう全く落ちない。全くインサイト落ちなくて。で、もう、まあ、結局イベントが終わって、インサイトは1枚。で、インサイト3枚持ってるやからが、ランク戦に、まあ、溢れ返って、もう先行、カンパカンパセットエンド、カンパカンパ、ハイカンパ、ハイハイカンパ、ハイカンパ、はい、勝ち、うえーいみたいな。し、もうほんと、クッて言う。クッて言う。もう指くわえて見てるしかないよね。もうこっちは。そういう、環境でした。もうほんと、社会人なめんなよと思うよ、マジで。この、デュエルリンクスっていうゲームに嫌気がさしたのも多分この時期、ちょっとだけね。まあもちろん楽しみながらやってますけど、やっぱこの時期はちょっとね、さすがに嫌気さしてた。少しね。で、ちなみにね、今でもイベントなんてものは、無課金でももちろん揃えられる仕様っていうのはいいと思うけど、もちろん素晴らしいと思う、それは。それは置いといて、有課金じゃねえや。課金すれば、揃えられるように修正するべきだと俺は今でも思ってる。社会人なめんだよって話。本当に。バイプロニート。はい。で、まあ当時ね、カンパをね、やっぱ対策するカードもなかったんで、まあカンパ強かったってことですわ。基本的には。はい。ということで、第3位、王者のカンパでした。で、デュエルリンク史上、引き続きまして、第2位の発表に回りたいと思います。デュエルリンク史上、やばかったトラップカードランキング第2位は、アマゾネスの吸収！いやー、出たクソカード。出た10期出た10期パワー、まあ効果はもう長いのでもうめんどくさいんですけど、まあ、説明します一応、一旦に一度自分もまたは相手のバトルフェーズに手札からアマゾネスモンスターを特殊召喚ができますと。で、出てきたアマゾネスモンスターがなぜか攻撃力が500ポイントアップする。なんで、自分のアマゾネスモンスターが、相手モンスターと戦闘を行ったダメージ計算5、その相手モンスターを除外します。なんで、で、フィールドのこのカードが破壊されて墓地を変えると、自分の墓地のアマゾネスモンスター一体対象として、そいつを蘇生する。なんで長くないとして効果効果何個あんだよっていうね。なんじゃろカードっていう。
これがね、いわゆるね、10期カードって言われてるカードで、まあ、まあ、遊戯王っていうのは、まあ、何期っていうのがあるんですよ。1期、2期、3期みたいな感じで。まあ、1期とか2期とかは、まあ、大したことないカード。まあ、大したとあるカードもあるけど、まあ、死者蘇生とか、そういうなんか、まあ、昔ながらのね、光の五風剣とか、そういうカードがあるのが、多分その昔の頃なんですけど、もう10期になってくると、もうカードがね、長い効果が。効果も、丸3、丸4番、まあ、なんなら丸5番まである、カードも多いです。でね、そしてね、雑力パワーが高い。10期パワー、カードは。で、まあ、これもその10期カードの一つで、まあ、アマゾネスの吸収何がやばいかっていうね、そのまあ、もちろん効果全部強いんだけど、これね、サーチできんでね、簡単に。アマゾネスのプリンセスっていう、まあ、要は召喚に成功するとアマゾネス、魔法トラップカードを、まあ、サーチするよっていう、まあ、推定 A カップぐらい。だから俺ね、ね、あんまりその、胸が小さい人は好きじゃないから、あんま好きじゃないんだよ、アマゾネスプリンセスは。なんだけど、やっぱ強いよね、普通に。めちゃくちゃ強かった。まあ、召喚に成功しただけで、要は、アマゾネスモンスターとアマゾネスの吸収っていう盤面が揃うんで、まあ、これは強い、非常に。ただ、チッパイは好きではない。チッパイファンの方、全力で謝罪します。申し訳ございませんでした。なんの話だ。で、このアマゾネス一揆はね、当時、まあ、制限何もかかってなかったから、アマゾネスの吸収も、もちろんアマゾネス王女も、3詰めできたんですよ。まあ、もちろん、アマゾネス女王はまだ1枚しかないんだけど、その時は。あのね、まあ、それで、まだね、クジャク前で使われるんだったら、まあ、ギリギリ、まあ、許せないは許せないけど、まあ、許せ、まあ、うーんって感じじゃないですか。あのね、もちろんね、アマゾネスの吸収も、クジャク前さんね、使いませんよ。そんなカードは。クジャク前さんなんていうキャラクターって使いません。みんな。使うのは、大体、インセクター蛍原。まあ、インセクター鋼ですね。バーサーカー、ソウルの餌食のになった、おかっぱメガネ。か、もしくは、聖なる死後っていう、まあ、ゲス中のゲス、スキルを持っているゲスタキゲスコさん、どっちかですね。どっちか、大体どっちか。まあ連動トラップとか、なんだっけ、早すぎた前奏じゃなくて、なんだっけ、終わらない罠地獄、終わらない罠地獄、ああいうのが、まあちょっと評価されだしたのは、またちょっとまた少しなんか、まあ少し後になってからみたいなところもあるんだけど、まあその辺ですよね。インセクター蛍原、ゲスタキゲスコ、ハゲ、このあたりのキャラクターでもうブイブイ、アマゾネスでブイブイ言わせるっていうね、戦闘破壊しか無効にしてくるね、クソ女がいましたね。まあ、続いて G カップ。こいつはね、基本的にアマゾネスクイーンって言うんだけど、こいつが王女からリクルートされますわ。で、デッキからドヤ顔で出てきます。で、戦闘破壊されません。アマゾネスモンスターが。でね、この戦闘破壊されないモンスター出てくると、もう生きるモンスターいるんですよ。それがアマゾネスの剣士っていうね。もう今ではもうこいつがレミット A2 か、今。だから、エネコンとかと同じレベルで、規制されてるんですけど、これが、まあ、生きりまくってたんですよね。これは、ね、ほんと、陰キャ界の頂点に君臨するモンスター。続いて F カップ。ロマンを求めてね、なんかその、超高打点のモンスターバーンって出したら、アマゾネスの剣士ってパチンってやられて、死ぬっていう。まあ、効果は、戦闘ダメージを相手に肩代わりさせるよっていう効果なんですけど、攻撃力が1500なんですよ。だから、まあ、4500とか、なんかアルティメットドラゴンとか出したら、3000ダメージを自分が食らうっていうね。叫んだよっていう。遊戯王の概念っていう。そういう、カードですね。で、この盤面が作られると、デュエルリンクスをね、まあ、やってる皆さんは、まあ、ムカつくわけですよ。で、そうすると、放置っていう、放置プレイっていう、放置中っていうのが、もうこのくらいの時期から現れますよね。放置中っていう。まあ、要は何もせずにも放置する。ただひたすらに相手の時間を奪うっていうプレイングですよね。タイムレスコンボ。まあ、いわゆるタイムレスコンボ。これが生まれまして、まあ、ここのあたりから、コナミさんはですね、デュエルリンクスで報告制度というものが、まあ、必要なんじゃないかっていうね、会議を行って、報告制度ができたと言われております。知らんけど。そんな感じですね。まあ、戦闘以外でやっぱね、除去するギミックが当時のあんまなかったんでね、まあ、それがきつかった、ところかなと思いますね。まあもう、アマゾネス鉄器ね、しかもね、時間かかるんですよ。時間かかるの。まあめんどい。サクサク終わるのがデュエルリンクスのいいとこちゃうんかいっていうね。さあ、それでは引き続きまして、栄えある第1位の発表に回りたいと思います。栄えある第1位は、肥大化肥大化です。個人的な見解がもちろん入ってますけどね。肥大化。効果。相手のモンスターの攻守を場にする。その代わり、その相手モンスターは直接攻撃ができなくなるよというカードですね。まあ、一見すると、まあ、もうちょっと相手の方にもメリットあるんじゃないのと思うじゃないですか。ね、そんなことないんですよ。出ました。これがデュエルリンクスの悪いところ。OCG をメインにやってる方はね、あまりね、馴染みのないカードなんじゃないかなと思うんですけど、このカード。効果、このね、ダイレクトアタックができないよっていうところがミソですね。
あのデュエルリンクス実はね今ねこのカードリミット1なんですよ。リミット1ですよ。これ1枚しかいられません。このカードこれねこのカードが活躍していたゆえんが、まあ、何かっていうとやっぱねラバゴーレムだと思うんですよね俺。ラバゴーレム、あの溶岩魔人ラバゴーレム、お前のフィールドのモンスターを生贄に捧げ、お前のフィールドに降臨するのさ、いでよ溶岩魔人ラバゴーレム、気持ちいいぜっつってねまあこのラバゴーレムっていうモンスターがまあめんどくさいわけですわ。まあ要は超戸建てモンスターとか超強いモンスターをバラッと並べて もう一瞬にしてあのリリースされてラバーゴーレム出されると。でラバーゴーレムを出したターンっていうのは召喚通常召喚ができないんで、要はトラップカードとかで守んなきゃいけないんですよ。でそこで活躍するのがこの肥大化っていうカードなんですね。だからラバーゴーレムに肥大化を打つと、まあ、ラバーゴーレム6000になる代わりに攻撃力が誰叩くできないと。でただしこっちモンスター出さなきゃもう一生攻撃できないから勝ちなんですよ、耐えれば。こういうねクソギミック、クソギミックがありました。でさらに要は追い打ちをかけるようにね、そのねロック系のカードっていうのがねたくさんあるわけですわ、肥大化以外にも。例えば、当時活躍してたんだったらドレインシールドとか、ドレインシールド、まあ対象取っちゃうんだけど、あの相手攻撃宣言時に、その、攻撃してきたモンスターの攻撃力分のダメージを回復しつつ攻撃を無効にする、まあ要はなかったことにしつつ無効にするからホーリージャベリンとかよりも強いんですよ。若干ドレインシールドの方が、まあ、1回分じゃなくて2回分無効にするから実質ね、ライフポイント的にはだからすげえ強いっていうのと、あとねリンゴ、フリックのリンゴ懐かしいですね、フリックのリンゴですよ。これ 今誰が使ってんのみたいなカードなんですけど、まあダメージ受けるとそのダメージ受けた分のダメージの、攻守のトークンが出ますよと。でねこれがねラバゴーレムと結構相性が良くて、ラバゴで3000のダイレクトアタックを決められた、でそのダメージ分のライフを回復しつつフリックのリングのトークンを守備表示を出すんですよ。そうすると、守備表示のトークンって3000だから守備力が、だからねラバゴーレムではね突破できないんですよ、粉砕とかじゃない限りは。だからこれでロック完成って感じです。この辺のねギミックがねまあうっとしい。それを使いこなしてるのが僕なんだけどそれをまあドヤ顔で使いこなしてるのが動画にしてういーってやって、で使われたらシャーって言ってるのがまあ俺なんだけど、まあそういうねまあデュエリンクスにおけるなんだろうな、まあ OCG で言うとこの魔衝動みたいな感じですかね。まあそんな感じの位置づけです。さらに補足しとくと、まあさっきのアマゾネスのところでもやったけど、肥大化と相性がいいというか肥大化とのコンボで一番やべえコンボは、アマゾネスの剣士ついて F カップ、もうねもうね胸がでかいだけでアドなんだけど、こいつの効果はねほんと強すぎて、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージが代わりに相手が受けるっていうこの効果がデュエルリンクス界ではまあ強いんですよ。まあ OCG ではそんなにやっぱ8000ライフあるから、まあそんなにかなっていうところあるかもしれないけど、デュエルリンクスっていうのは4000ライフしかないわけで、結局その肥大化したラバーゴーレムに自爆特攻してみなさい、アマゾネスの剣士で4500ダメージですよ、4500ですよ、勝ちですからねこれで。うっとうしいわ。こういうねクソみたいなギミックがね流行ってたあの時代でしたね、当時はね。はい、今回のランキングは以上となります。いかがでしたでしょうか。まあね皆さん思うところたくさんあると思うんですけども、他にもね、まあ、リミットレギュレーションとか見ていくとね結構ありますよね、いろいろね。パルスボムとかも結構悪さしましたよね、まあ、この辺もあると思うんですけど、狡猾とか、まあ、これもまだまだ強いですね。皆さんの意見もねぜひコメント欄かなんかでお聞かせ願えれば、大変嬉しい次第かなと思います。この動画良かったらチャンネル登録よびグッドボタンをねぜひポチッと押していっていただければなというふうに思っております。ノートの、リンクも概要欄に貼っとくんで、よかったらフォローをしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。次回はモンスター編だ。バイバイ。